それでは2月24日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます。問題が解けないことで自信を失う必要はありません。解けない問題を解けるようにしたら、それは実力になります。今解けない問題を見つけたのであれば、それは実力アップの第一歩を踏み出したということです。1問でも解けなかった問題を解けるようにしていきましょう。では、え本日の3問に入ります。区分所有者の承諾を得て、 占有部分を占有する者は会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には集会に出席して意見を述べ事項の議決権を行使することができる丸かツかという問題です考えたい方は動画一旦ストップしていただいてこちらの動画の下の概要欄から問題文ご確認くださいで答えはこれツですね まずなんですけども、問題文の区分所有者の承諾を得て、占有部分を占有するものこれが誰かっていうところなんですね。まあ多くの方が、まあこれどういう人なのかわからないまんまあ、とりあえず答えを覚えるということをやるんですね。で、それやっていたら全く理解できないわけですよ。で、理解できないっていことは、引っ掛け問題とかで引っかかるし、頭に定着していないと。 で結果的に失点するということになりますので、こういった言葉をちゃんと理解するということが重要です。これ、例えば、マンションの賃借人、借り主ですね。といったイメージです。で、この人は集会に出席して意見を述べることはできるんですね。 まあ、占有者の意見陳述権と呼ばれるものなんですけども、マンションの住民たちが集まって、まあ、話し合いをする場が集会なんですが、そこに陳借人も出席して意見を述べることはできます。しかし、議決権を行使することはできないんですね。なんで、この点が誤りです。問題文では事故の議決権を行使することができるとなっているので、この点が誤りになります。 で、議決権を行使するっていうのは何なのかっていうと、これもちゃんと理解しておかないといけないんですね。賛成だったりとか反対とかの表を入れる権利のことを言うんですね。で、この権利まではないですよって話です。マンションの賃借人はこの投票する権利はないと。これは区分所有者、つまりマンションの所有者が持つ権利なんですよというところがポイントになってきます。で、え、問い2です。 宅剣業者 B 社の使用人であって、B 社の宅剣業を行う支店の代表者が、刑法第222条脅迫の罪により、罰金刑に処せられたとしても、B 社の免許は取り消されることはない。丸かツかという問題です。答えツですね。支店の代表者っていうのは、政令で定める使用人、政令使用人です。政令使用人が脅迫罪により罰金刑を受けたということは、 この結核の政令使用人を持つ B 社も結核になります。従って B 社の免許は取り消されます。だからツなんですね。で、実はこの免許の基準には答えを導くプロセスっていうのがあるんですね。で、このプロセスを知れば免許の基準で間違うことはなくなります。そしてこの問題はこのプロセスに加えて4つのことを学べるんですね。 で、言い換えると、この問題が分かれば、免許の基準の問題の非常に多くの部分を学ぶことができます。まあ、これが効率的な勉強法の真髄と言っても過言ではないんですね。で、この真髄をあなたにも実践していただいて、え短期間で実力をつけていただきたいと思っております。そして、受講者さんは、受講者専用のメルマガの解説をご覧ください。えまだ、個別指導、受講されていない方は、ぜひ、個別指導をご検討ください。 短期間で実力を挙げて今年一緒に合格を喜びましょう。で問い3ですねえ区域区分が定められていないえ都市計画区域において社会教育法に規定する公民館のように供する施設である建築物の建築のように供する目的で行われる4000平米の開発行為を行う場合都市計画法によるえ開発許可を受ける必要がある。 または、同法34条2の規定に基づき、協議をする必要がある。丸か罰かという問題ですね。で、答えは、え罰です。公民館っていうのは、許可不要の公益上必要な建築物に当たりますので、開発許可は不要です。なんで、今回の問題文、開発許可を受ける必要がある、だったりとか、まあ、協議する必要がある。これは誤りなんですね。で、この協議する必要があるっていうのは、まあ、国等が行う場合なんですよね。国とかが開発行為を行う場合っていうのは、 協議をすることで開発許可を受けたことになるんですよ。それも含めて考えるために、まあこのような記述がされています。まあ、そんなにこんな点はね気にする必要はないと思います。で今回の問題で言うと、もう高民館っていうのは開発許可不要なんだって覚えていたら、まあ、簡単に解けちゃうんですけれども、まあ、開発許可の問題って引っ掛け問題非常に多く出題されるんですね。なので、もう開発許可の問題っていうのは解き方これをちゃんとマスターするってことが引っ掛け問題対策としても重要になってきます。 でそうすれば開発許可の用否を問う問題すべて得点できますなので個別指導ではその開発許可の解き方、まあ、考え方だったりえ答えの導き方ですねそちらをお伝えしておりますそして個別指導の概要についてはこちらの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますそしてお申し込みページもこちらの下の概要欄に URL 貼っておきますのでそちらからご確認くださいあなたの事項をお待ちしておりますレトスの小野でした